おはようございます。 YouTube 婚姻家の鴨頭義人です。本日の放送は、焼肉マフィアは会員制ではありません、奇跡の尾崎牛が1万円で食べられる焼肉マフィアの大ファンで、営業部長で、そして鍋オーナーの弁護士白戸陽子さんの提供でお送りしております。白戸陽子さん、いつも本当にありがとうございます。大好きです。このボイシー大人気なのでプレゼント実施中です。日本人の 95% の人が悩んでいると言われる話し方についての、まだ YouTube にもどこにもアップしていない映像2時間19分分をゲットできます。こちら鴨頭義人の公式 LINE で友達追加していただけるとゲットできますので、ぜひご活用ください。そしてそして、ボイシーのプレミアムリスナー大募集中でございます。毎日10分喋ってます。しかもその喋ってる内容は YouTube や講演会で喋ってる、いわゆる法則化されたものではなく、鴨頭義人が現在手掛けているビジネスや社会貢献の七転八倒冒険物語でございます。なので失敗例だったりとか、悩んでることだったりとか、どう乗り越えたかとか、すごく生々しいお金の話や人間関係の話も、もう全部公開しているチャンネルになっておりますので、ぜひこの鴨頭義人の朝礼聞いている方には、もう本当みんなに聞いてほしいと思っているので強くお勧めしております。申し込み方法なんですけど、これ僕あんまり詳しくなかったんですけど、アプリから申し込んでしまうと価格が高くなるということと、なんかね、1ヶ月ごとに購入っていう手続きをしなきゃいけなくて、リスナーさん大変苦労なさってるそうです。なので普通にウェブ上でボイシースペースプレミアムリスナーみたいな感じで検索して、ウェブの方から申し込むと月額900円で安くって、自然と次の月にも自動更新になるということなので、ぜひぜひそちらのやり方で、プレミアムリスナーに、入ってほしいと思います。よろしくお願いいたします。大体合ってると思います。はい。それではですね、今日はね、スペシャルゲストで東京鴨頭ランドのナンバー2ヒロキング様とですね、ボイシーではおなじみの、影の立って役者、フィクサーとも私たちは呼びますけども、古澤大志さんがいらっしゃいますので、よろしくお願いします。お願いします。2022年の鴨頭義人仕事始めは、仙台での企業講演からでした。せーの、いいね。あれじゃない、大志は企業講演の現場に来たの初めてじゃない？初めてですね。でもさ、いわゆるスタートダッシュセミナーだったりとか、灼熱ライブとか、パシフィコ横浜とか東京国際フォーラムみたいなところは全部来てるじゃん。そうですね。あとは話し方の学校だったりとか、はい、いわゆるビジネス実践塾でていうか全部買ってるよね。全部買ってますね。そうだよね。鴨頭義人のいわゆる一般的に言う B2C の講座は全部買ってる古澤大志さん、はい、初めて見た B2B の企業講演どうでした？今日多かったですよね、僕の感想からすると。あ、参加者、はい。いつもこんな感じですか？はい、別に、多くないです。長テーブルの量の多さ。あ、横長だったね、うん、確かちょっと正確じゃないかもしれないけど、やり取り、メールのやり取りを見た限りだと、はい、リアル参加200名のその後動画で800名ぐらい見る予定みたいな感じの記憶があるので、1000名ぐらいが一応内容を見るみたいです。感想、はい、素晴らしい。おお、普通のこと。僕もともとカモさんの、はいはいはい、倫理法人会での講話が、なるほど、一番最初の生鴨頭の講話だったんですよ。なるほどなるほど。講話というか、まあ、スピーチというか。その時も140-150とかいたんじゃないか。あ、持っています。250いたんだ。倫理法人会でリアル参加250すごいね。そうなんですよ。僕もともとね、お茶で合わせていただいて、はいはいはい、お茶では月1回やってたんですけど、うん、まあ、YouTube でそれを後にお会いした後に見させていただいて、あ、なんかこの人すごそうだなと思って、初めて見たのは倫理法人会の講話だったんで、 その時のなんか熱気を改めてこう思い出したというか、僕はそれを見て話し方の学校を入ることを決めたっていう、まあ何でもよかったんですけどねっていうので、そこから全部買っている。そのスタートが倫理だったんですよ。そこそこ、やっぱりそのスーツを着てるとか、その装いをなんか襟を正している人たちの前でバシッとしびれる20分の講話、あの時はやっぱ20分ぐらいだったと思うんですけど、を見た記憶がやっぱりセンセーショナルだったので、それから全部買ったっていう、まあいわゆる、なんていうんですか、ヘビーユーザーというかになったので、その入り口だったので、まあ、やっぱり企業講演とカモさんって
合うなっていう、ちなみにあなたはヘビーユーザーではなくてハイパーレスポンシブっていう方になるんですけどまあ、ヘビーユーザーっていうのは一般的に言うと飲食店とかで月に2回以上いらっしゃる方のことヘビーユーザーっていうんですけ ど、ハイパーレスポンシブになるとコンテンツを何でも全部買っちゃう人なんですよ。内容関係なく全部買うって決めてる人のことハイパーレスポンシブって言うんですよ。心当たりしかないです、ね、そうですよね。そかそか、今日、撮影にね、来ていただいてたのが、映画監督の、美穂林、はい、西バッター美穂さんが撮影に来てくれていて、彼女も企業公演を初めて見たっていうことなので、そうですね、そうそうそう、終わった後にすぐ質問されたのが、いつも一般のファンの方、鴨さんのファンの人が来る公演を見てたんですけど全く違う雰囲気だったんですけど、鴨さん的にはどっちがいいんですかみたいな、あ、確かに質問されて、僕の答えはどっちがいいっていうよりも企業公演の方が興奮するよっていう答えだったんですよ。なるほど。でそれなんでかっていうと、まあ、ファンの人の前で喋るときには、言い方はいいか悪いか分かんないけど気持ち的にファンサービスなんですよ。いつも YouTube を見てくれてありがとねみんなって、今日は生の鴨頭を堪能して帰ってねっていう気持ちなので、はいはい、ちょっと極端に言うとあえてスーパースタースイッチ入れてるんですよ。だからホールなんかの時には出て行った瞬間にもう右手上げちゃってるからなんなら投げキスとかしながら出て行ったりするの でそれはファンサービスだと思って、要は確認作業にいらっしゃってるお客様の前でサービスをするっていうのが一般の B2C ファンの人の前の講演会なんだけど、企業講演真逆で、いわゆる企業さんが社員さんに話を聞かせたいと思ってお金を払ってる。でも参加者お金払ってるわけじゃなくて、なんならなんだこの忙しい時にとか、もしかしたら今回だったら中にはね、ちょっと本当にいるかどうか分かんないけど、仕事始めの忙しいタイミングとか、そんな時にいきなり企業講演会よみたいな、セミナーかよ、研修かよみたいな人もいたかもしれないね。だから今日会場入った瞬間引いてたでしょみんな、うん、シーンとして、やっぱりこれもいつもと違う感じですよねそう、全く心から歓迎されてないわけ司会者の人が大きな拍手をって言われたから会社上拍手しなきゃいけないっていう拍手だったでしょ。だから興奮するんですよ、うん、これをひっくり返すんだっていう。でそれを言うと、そんなハードな環境で興奮するなんてすごいですねって言われるんだけど、振り返ってみて思うに、僕デビューが派遣講師なんで、もともと講演家としてデビューして YouTube がブレイクするまでそれしかやってこなかったわけ。なるほど。いわゆるドン引きの中で喋るのが僕のドラフト最初なんですよ。だからあれが鴨頭良人にとっての公演のスタンダードで、ファンサービスのようになったのはここ最近の話だから。なるほど。だから鴨頭良人の時には、あ、帰ってきたっていう感じの気持ちでやってるので。いやでもやっぱり僕もそのリンディの話を聞いて、うん、その後鴨さん、僕何か講座やっぱり習いたいですって言って、うん、料金さんが話し方の方はすぐ入りますよって言って、うん、入り口になって今に至るっていうのはあるんですが、うん、やっぱり今日の講話を聞いてやっぱり人生が変わるような、うん、出会いになったって人がきっといるんじゃないかなって思うので、うん、本当に企業講演素晴らしいっていうのはもう今のに尽きるなと思いますね。まあ、今回ね、ネクスコさんっていう高速道路の、料金所で働いている方がの所長さん中心のやつだったので、平均年齢が55を超えてるんだよね。あ、確かに高そうだった。そう、ものすごい年齢層の高くて、で男性割合 90% 超えてるという。本当だ。まあ、平たく言うとおじさんしかいないっていうそういう感じだったので、平たくそう、一番表情が動かない、一番うなずきがない、一番引いてる感じの内容だった、会場の雰囲気だったので、一番燃えるパターンで、ちょっと偉そうに言うと一番得意なんですよ、あの空気感が。なるほど。うん、でもそれはおかげさまでハードな環境でデビューさせてもらったからこその心のなんか体制みたいなのがあるなと思ってるので、まあ、これ聞いてる皆さんの中でね、別にスピーチとか講演会だけじゃなくて、今ねすごくハードな環境で働かれているとか現場がある人はそこで一番成長できているんだっていうことを感じながらチャレンジすると後になって楽になると思います。ということで、今日もですね最高のお仕事をスタートできたので、今年1年最高に、マックスパワーでいこうと思います。それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいねー、ヒロキング全然喋らない、いつも通り